村と申します。すいません、関東在住のですね、納税者のもんですけど、まず、はい、ちょっと先ほどの方に申し上げたんですが、はい、もしもし、あのお宅の組織委員会、組織委員会かは日本オリンピック委員会とも協力してこれオリンピック進めるんですよね。はい、ちょっと、はい、あのどういったご用件でしょうか。いや、だから日本オリンピック委員会のナンバー2だかナンバー3の副会長のね、後ろぐらいのところを持った人物に関して、はい、お宅は何も思わないんですか。すいません、その方に関しては、うん、あの日本オリンピック委員会の方にあのお尋ねいただきたいんですけれども。ちょっと待って、じゃあお宅は何も思ってないわけ。日大相撲部出身の理事の、相撲部出身のさ、田中副会長が今どういうスキャンダルにまみれてるか、はい、あなたも知ってるでしょ。昔からさ、昔からゼネコンからね、賄賂を受け取ってる、挙句の果てにね、相撲部に、日大相撲部 の部長として、相撲部に入ってきたお金を自分の株式取り、株取引の流用に使ってる、挙句の果てに、いいですか、聞きなさいよ。山口組の司忍組長と一緒に写ってる写真が、海外の新聞に出てるでしょ。こんな人たちとあなた方は一緒に仕事をやる気ですか。もしもし、はい、あのですね、組織委員会の役員とか理事ではないので。いや、だからそれにしたって日本オリンピック委員会とさ一緒に仕事してるわするわけでしょ。後ろ暗いやつが、後ろめたいことがあるやつとは手を切れっつってんですよ。もう一つ、これさ、オタクのところでなんだっけ、東京オリンピックの文化教育委員会メンバーとかっていうのに選定するらしいですね。文化教育委員会のメンバー、はい。で、その中にね、まあ、他はともかくとして、なんで市川海老蔵なんて入れたんです。まあ、日本文化のですね、まあ、各専門分野の方々。専門ですか。あいつの専門は女遊び、女遊びと灰皿テキーラじゃないですか。だいたい40にもなってない男にね、何の専門があるんです？あのですね。はい。あの文化プログラム、教育プログラムということに関して、私どもとしましては、それぞれの、専門分野に関して深い知見をお持ちの。で、市川海老蔵はどんな深い専門分野がの知見があるんです。いいですね、あのお持ちの方。いや、そんなこと聞いてないよ。だからどんな深い分、どんな分野のどんな深い専門知識がある、あるのかって聞いたんですよ。答えてくださいよ。私納税者ですよ。東京オリンピックの招致、これからの準備にかかるお金は我々納税者が負担するんですよ。あなた方それに関してきちんと説明責任がないとでも思ってるんですか。あ、もしもし、はい、まあ、5つのレガシーというですね、5本の柱を今我々として検討しておりまして、その中の1つの、専門委員会ということで文化委員会と立ち上げております。で、その中で、各日本のですね、文化教育の、ご専門の方々からご意見を賜って、今後ですね、プランを策定する。聞き方変えましょうか。じゃあ公立、この専門委員を選ぶ際にパブリックコメント集めました。こいつらでいいかって選挙の代わりになるようなパブリックコメント集めました。我々ちょっと行政機関ではないので。行政機関じゃなかろうとなかろうとさ、税金使ってやるのは変わりないわけでしょ。税金使ってやる以上はさ、行政機関に準ずるような形でやりなさいよ。それでも何これ、おたくらエグザイルのエグザイルやら市川海老蔵のバックにいる東映やらから賄賂でももらって、もらってね、選んだのこれ。それくらいうさんくさいメンバーがゴロゴロいるじゃないですか。まあ、日本オリンピック委員会の、今言ったね、田中副会長からしたらうさんくさいからさ、うさんくさい連中で集めましたって言うんだったら、それも統一感があっていいのかもしれないけどさ、何考えてもさっぱりわかんないんですよ、おたくらは。世間ではこれが本当にさ、文化教育委員会なのかと。文化は文化でも別の文化じゃねえのかと。市川海老蔵なんて女遊びで隠し子作った男ですよ。しかも
もその隠し子に関して今公の説明何もしてないでしょ。こんな男に何の文化があるんです、何の専門的な知見やら知識があるんです、教えてくださいよ。聞いてます？もしもし、はい、私は言ってること間違ってますか。いや、まあそういったことに関してはちょっと私たちの方ではちょっとコメントは、どうぞ。お宅のとこで選んだからっつってこの電話番号調べてこっちは電話してんですよ。後ろぐらい連中集めてやるオリンピックですって言うんだ、それでもいいよ。じゃあもう国立競技場も仮設のスタンドでやりますと、お金が足りないから仮設でやります。まああれだけね、ブエノスアレス、ウィーハブマネーって猪瀬直樹都知事が言ってたにもかかわらず、もう恥かくことが決定してるオリンピックだからさ、最後まで恥かきたきゃそうしろよ。国立に関しましてはその所管が違いますので、所管が違うもないオタクのところが中心になってんだろう。組織委員会で準備するのがあんたの仕事でしょうが、違うの。新国立に関しては JSC という日本スポーツ振興会というところがやってますので、そんなの知ったことないよ。組織委員会がさ進捗状況をチェックしないとダメでしょうが、最終的な責任はあんたにかかってくるんだよ、分かってんの。あれは国立ですので、国立だろうかなんだろう、メイン会場になるところのさ進捗が遅れてたら組織委員会の準備責任になるって普通に考えてなるだろうが、組織委員会の方ではさ、何じゃあ全部専門に丸投げして、私たち何も知りませんって組織なの。元大蔵省財務次官、大蔵省の事務、大蔵省の財務省のさ事務次官がさ事務総長やってて、そんな緩い組織なの。言っとくけど、いやだ、じゃあ事務総長に、武藤敏郎事務総長に伝えといてくださいよ。はい。こんなゆる、あんたさ、財務省事務次官やってた時にこんなゆるゆるなさ、管理やってたのと。はい、事務の管理やってたの、やってないだろうと。はい。本当に財務省の事務次官やってた人間のさ、マネージメントとは思えないんだよ、このいい加減なやり、ことごとく全てにおいていい加減なやり方が。はい。こんなんだったらな、返上して、マドリッドがイスタンブールに、代わりにやってもらえと。はい。国立競技場は間に合いそうもありません。一緒にやろうとしてるさ、日本オリンピック委員会の副会長は怪しげな人物、ヤクザとお友達ですと。打撃の果てに、なんだっけ、文化教育委員会の委員はさ、怪しげな、ダンサーと、あとは女遊びが大好きで、隠し子がいて、で、夜な夜な麻布のクラブで飲み歩いて、灰皿テキーラで飲ませて、無理やり飲ませて、喧嘩になって、大怪我を負った歌舞伎俳優崩れですと。何なんです、このオリンピック。本当にオリンピックなの、これ。お笑いじゃないんですか、これ、本当に。って言っといてください。はい、こんなんだったら裏でね、市民有志で西ヶ丘競技場あたりで手弁当で競技大会開いた方がマシですよ。実際そうなるかもしれないけどさ、はい、でオリンピック、スポーツをね愛してないんだったらさっさと返上してくださいよ。返上して組織委員会も解散してくださいよ。だいたいあんた方本当にスポーツ好きじゃないでしょ。違うの、スポーツ好きなの。いえ、そんなことは。あ、スポーツ好きだったらなんでこんな薄汚いことになってんです。じゃあ、あなた今の状況が本当に組織委員会として今の状況が清廉潔白でどっからも批判は来ないような状況ですって言い切れんの？言い切れんの？計画に関しては、いや、計画じゃなくて今の状況聞いてんだよ。清廉潔白でどっからも物言いがつかない、批判があってもきちっとお答えできますって状況だかどうか聞いてんですよ。今伺いました。そんなこと聞いてないよ。今伺いましたじゃなくて、清廉潔白でどこから批判を受けてもね、きちんとお答えできますと。見切れな組織でございます、私たちはって言える組織ですか、オタクは今。いや、日本のスポーツ史始まって以来ですよ、こんなね、ドロドロしたさ、薄汚いっつよりも、ヘドロみたいに汚れた組織は他に見当たらないですよ、こんなの。スポーツが好きじゃないんだったらさっさと返上してくださいよ。本音をもう言ったらどうです。私たちが興味あるのはお金だけですと、お金と名誉とやらだけですっていうふうに言ったらどうですか。
だからそうとしか見えないでしょ。そうじゃないの？お金と名誉だけが大事で、スポーツなんてどうでもいいでしょ。違うの？スポーツが大事だと思ってる人間だとここまでの集大にならないよ。まだね、に世界サッカー連盟の方がマシだよ、これだったら。聞いてんの？え、聞いております。すいません、こちらの広報局になっておりまして、だから広報、広報だから、こちらからの問い合わせになるんですよ。ご専門の、知らないよそんなの。こちらの方のお問い合わせ先ではありませんので、そういった方についてちょっと、これ以上のお話はということで。わかりました。じゃあこの電話全部録音してますんで、インターネットの動画サイトに電話番号ともとも出します。いいですね。あなたそういう態度だとこっちも考えありますよ。いいですね。今この電話全部録音してますから、インターネットの動画サイトにやり取りと電話番号 03-6631-1949、 どことは言わないけどさ、ある電話番号に電話したらここの番号教えてくれましたから、やましいことがなければ明らかにしてもいい電話番号ですよね。一般の方の電話でさ、ナビダイヤルって金取るんじゃねえよ、バカ野郎。一般からの電話で散々ね、薄汚いことを問い合わせられるのが嫌だからナビダイヤルにして、わざわざ電話かけさせないようにしてんだろ、お前らは。違うの？あの、0120の番号が、あの、一般からの方のお問い合わせ。何？トップページに0570のナビダイヤルになってんじゃん。あ、はい。0570の番号だろうか？あんた何言ってんの？はい。0570の番号は金かかんだよ、はい、なことも知らねえのかよ。そこまで世間連れしてるから、お前らね、こんな薄汚い組織なんだよ。もういいや、あんたの態度も気に食わないけど、今のね、電話のやり取りで決めたら、この電話番号世に出す。いいね。電話番号とやり取り、電話番号はもう世に出てるか。とあるホームページにあった電話番号にかけたら 03-6631-1949 に移りましたっていう案内してたよ。あ、そっか、こっちはかけただけだよ。電話番号も表に出す、やり取りも全部表に出す。やましいことなかったらきちっと答えろよ。あんた今の今までさ、0570のナビダイヤル、0120のフリーダイヤルと勘違いしてたろ。あ、申し訳ございません。だ、0120の番号、フリーダイヤルの番号なんてお前ら持ってないだろ。ないでしょ。はい。だ、そういう感覚が世間から、はい、怒りを買ってるんだよ。申し訳ない。はい。一旦以上にしときますけど、とりあえずもうスポーツが嫌いで、お金と名誉だけが大事って言うんだったら、それを前面に出したらどうです？で、そういう連中だけが集まってる組織ですって、きちっと世間に言ったらどうです？まあいいや、本当にこれが最後だけど、本当にさ、福島県知事が言ってるみたいに、東京オリンピックの種目をさ、福島県でやるつもりなの、お前ら。あの、オリンピックの今のですね、パラリンピックにつきましても、まあ、会場のプランに関して言うと、はい、精査をしている最中ですので、まだ決まっては、おりません。あの、決まっている部分と、まだ検証している部分がありますので、うん、まだ完全に、競技会場がですね、ある競技についてはまだ、検討中のところもございますので。わかりました。でも、もし福島県の競技本当にやるんであれば、それを決めた人間は、家族、自分、その人間本人と家族、まあ、子供も含めてだけど、福島県に移住してくれるんですよね。ただ、安全に競技やっていて判断したんでしょ？だったら住めよって話なんですけど。まあ、いや、こういうか、そういう感覚もなくやってるっていうのよく分かった。福島に関しましては、うん、だって、この間当選した知事が言ってたじゃん。東京オリンピックの種目をいくつかぜひ福島でやってもらいたいって。あれは福島のさ、放射能に関するさ、被害をないってことをアピールしたいために言ってるセリフだよ。あ、知事
がおっしゃってる。あ、近所で知事が。はい。でそれで森喜朗っていうあのバカあのサメの脳みそしたサメの脳みそだサメの脳みそだか、心臓だかしたさバカなさ委員長が国道6号線だっけあのいわきの方に通じていわきから福島第一に通じてるあの国道でさ聖火リレーやりたいとバカなこと言ってんでしょ。聖火リレーに関しましてもまだ決まってはおりませんので、うん、まだもうちょっと先に決定はなりますので、聖火リレーやるってんだったら森喜朗の孫が運んでくれるんですよね。あの人息子も死んでるからさ、安全だってことをアピールしたんだって死に損ないのあいつがやるんじゃなくてさ、あいつの親族の 若くて健康な人がやるべきなんじゃないですか、っていうふうなのが一般的な意見ですよ。まあ、以上持って終わりにしますけど、とりあえず、この世間連れした感じ、0570のナビダイヤル、フリーダイヤルと勘違い、今まで勘違いしてるような感覚、あとは意見言われたら広報なので受け付けませんって、その感覚もどうかと思いますけどね、広報だろうが何だろうが、意見は意見でしょ。はい。大手メディアに所属する人間だけの意見しか聞かない組織って何なんですか、じゃあ。我々納税者は、オリンピックのためのお金を、はい、それぞれの、知るかよ、そんなこと。我々から見れば一緒だよ。組織委員会の中のことなんて知ったこっちゃないよ。こっちが意見伝えるところの番号が、最低限の費用かかって、意見が言えればそれでいいんだよ。はい。それが広報だろうが、一般的な窓口だろうが、どっちだっていいんだよ、こんなことは。はい。で、大手メディアがさ、あんたら本当に勘違いしてるのが、大手メディアだけがさ、パブリックなマスにね、パブリックな大衆にアピールすると思ってんだろ、今まで。そういった時に。だこういうふうな批判的な意見聞いた時にね、どう対応するかっていうのも、私も今そうだけど、録音してて、インターネットの動画サイトすぐ出せんだよ。はい。インターネットの動画サイトも、不特定多数の無限大にそれこそ広がっていくっていう認識ないんでしょ、多分。だから大手メディア用の広報受付と一般的な窓口分けてるんでしょ、はい、そもそも一般的な窓口と大手メディア相手にする広報的な窓口、窓口は違うってことは対応方法が違うってことでしょ。そういうことで、じゃあ一緒にすればよかったじゃん。業務的に違うってことは対応が違う、対応が違うということは違うって話だよ。いえ、決してそういうことではないんですけども、一般からの、皆様の問い合わせ窓口と、じゃあなんで一般的な窓口に関しては、なんでナビダイヤルみたいにわざわざ金を取るさ、ダイヤルにしてんの。そこでコールセンターを設けてまして。コールセンターってことは、あんたらそれ派遣社員かなんかにやらせてんだろ。だからダメなんだよ。派遣か委託かなんか知らないけどさ、おたくらの正規のプロパンの職員と話をしなきゃいけないことからなのに、なんでコールセンター設けてそこでやり取りさせんの？その時点でおかしいだろ。じゃあコールセンターに詰めてる人間は今のあなたと同じくらい答えてくれんの？情報は共有をして。そのことは、今のあなたと同じくらいの権限を持ってんの？あなたはコールセンターの人じゃないでしょ？組織委員会プロパンの人でしょ？そうでしょ。あなたもコールセンターの人なの？ね、違うよね、多分プロパーの人だよね、こういう部署で仕事してるんだから。だからコールセンターのさ、委託を受けて時給何百円で働いてるアルバイトみたいな人間に話をしてもしょうがないんだよ。そういう感覚ないでしょ。でそれでさ、一般の人はこちらでコールセンター回されてる方はどういう気持ちになると思うの？俺たちは東京オリンピックという名のね、イベントのために金を払うだけかと思うに決まってんじゃないですか。そういう感覚も なくさ、虎ノ門のご立派なビルで仕事してんでしょ。家賃1フロアさ、1日、だから1ヶ月1000万だっけ、そこ。そうだよね。まあ、お宅にとって不都合な真実散々話したけどさ、私ごときサラリーマンでもこれくらいの話はできるんだよ。
いや、そういう一般の意見を聞かないで進めてるから今みたいな羽目になってんでしょ。とりあえず俺東京オリンピックなんて今のままだとやんない方がいいからやめちまえと言っといてください。はい、一旦以上ですけど、なんかそちらから言うことあります？まあ、ぜひですね、はい、ご意見を受けたまわりまして、皆様に、できるだけご満足いただけるような、うん、あの大会を目指していきたいとは思います。わかりました。私もそういう意見をね、小田君に直接伝えるためにこの電話番号はそのまま、はい、公開しますし、インターネットのやり取り、インターネット上でこのやり取りも公開します。多くの意見を集めた方がいいわけでしょ。違うの？多くの意見集めない方がいいの？いい、そういうことでございません。いや、黙り込んだってことは、はい、多くの意見が来ると困るの？なんか。いい、そういうことではございませんので、はい、わかります。